茨城市、茨城市は大阪府北部の北摂三島地域に位置する市、市工事特例市に指定されている。大都市である大阪市と京都市の間にあり、大阪市のベッドタウンとしての性格を持つ。市内を JR、阪急、大阪モノレールが通る。淀川北岸の大阪府北摂地域に位置しており、北は京都府亀岡市、東は高槻市、南は 設置し、西は、水田市、美濃市、豊野郡豊野町に接している。南北に細長い形で、北部は山勝ちであり、老井の坂山地、北雪山地の一翼をなし、三島地域最高峰で、一等三角点が設置されている石道が、丘、泉原山が位置するなど、豊かな自然が広がっている。南部には、大阪平野の一部分をなす三島平野が広がっていて、 市街地もこちら側に集中している。また、地里給料の東端が地域にかかっている。大阪市内でも、北部の北、梅田界隈なら15分程度で移動できる。北から南に愛川、茨城川、勝尾寺川、勝王子川が流れる。愛川上流では、大阪府による愛川ダムの工事が進行中。なお、水田市にある、水田ジャンクションには、東市の飛び地。 大和小坪つぼいが重なっている。茨城市の人口は自然動態、社会動態ともに微増を続けており、2018年、令和元年7月31日現在の住民基本外帳人口は28万1998人で、府内の43市町村中8位である。2004年、平成16年に町開きされたニュータウンである国際文化公園都市、 サイトでは、子育て世代が流入し、茨城市域の人口は9000人を突破している。その一方で、市内北部の山間部では高齢化が進み、高齢化率は40%ほどになっている。2015年、平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、5211人増の28万33人であった。 増減率は1.90%であり、負荷43市町村中5位、72行政区域中13位。法期年間には、警察と表記されていたが、正時年間には、現状の茨城表記が主として用いられるようになっており、その間、外説や茨城の表記も見られた。市の南部にある、阪急南茨城駅の東側一帯に、 弥生時代の大規模官合集落の遺跡である東、奈良遺跡がある。二重の官合の内部に、多数の住居や、高床式倉庫など、大型建物があり、外部には広大な墓域もあった。中でも、銅鐸、銅貨、曲玉などの岩型が出土した工房跡が発掘されており、ここの岩型で生産された銅鐸が、近畿一円から四国でも発見されている。日本でも、 有数の古墳群地帯で、携帯天皇陵と事情され、宮内庁管理課の、大田ウス山古墳。1934年、昭和9年に玉鎮を敷金をまとった豪族らしき、藤原鎌足という説もある、人骨が発見された、安の古墳が、阿武山山頂にあり、古墳時代初期から末期までの各時代の古墳が現存している。平安時代には、市の北部を東西に走る、 西国街道、旧、山陽道の往来が盛んとなり、江戸時代には参勤交代などに利用され、大名などが宿泊した氷山宿本陣、通称、椿の本陣が残っている。室町時代の前半には、岸の繁栄の基礎となる、茨城城が、楠木正重によって築かれた。茨城城主時代には、城下町として、にぎわい、 上司は中川清秀、片桐勝本など、大阪の役後、江戸幕府天領となった後も、京都と大阪、丹波と大阪間を結ぶ、交通の要衝として栄えた。安土桃山時代、山間部一帯が、キリシタン大名、高山右近が治める高槻藩領だったため、江戸時代のキリスト教近況の時期にも、密かに、キリスト教を信仰する人が住む。 隠れリシタンの里が山間点在していた。教科書で目にする神戸市立博物館像の重要文化財、セイフランシスコザビエル像は、大正年間に仙台寺集落の旧家から発見されたものである。明治に移って1871年、明治4年7月、廃藩地検によって大阪府の管轄となり茨城村が調整を実施。 その後1948年、昭和23年1月1日、茨城町、三島村、春日村、玉串村の一町三村が合併して、市を施行した。明治時代に北部の福井地区にケしの栽培が発展し、かつては東洋有数のアヘンの大産地であった。戦後は大阪市のベッドタウンとして人口が増え続け工場も集積した。 1970年、昭和45年の日本万国博覧会に伴って、国鉄茨城駅が、京城駅舎に建て替えられ、国鉄茨城駅、阪急茨城市駅の両駅前にバスターミナルや、再開発ビルが建設された他、両駅間の市街地を、貫く、大通り、高橋通りが拡幅され、万博会場に向かうエキスポロードが開通するなど、急速に市街地の整備が進んだ。 現在は JR 茨城駅、阪急茨城市駅の駅近くにマンションが多数建設され、通勤、通学や買い物に便利な文京都市として、住宅購入者の人気が高い。また、茨城市の山間部を切り開いた茨城サニータウンや他にも見直しとの境の山間に、研究開発や国際交流の拠点を備えたニュータウン、国際文化公園都市、愛称、 サイトが建設中である。さらに、北部地域では、愛川ダムが建設中である。財政規模は、歳入、歳出決算額が近年では800億円後半で、推移している。また、いずれの年度も黒字決算である。地方交付税については2006年より2009年まで、不交付団体となっていた。市内全域が、 大阪府警察、茨城警察署の管轄となっている。本書は中保積1丁目6番38号。周廃郵便局2007年、平成19年3月5日まで、大岩郵便局も周廃、特定局だったが、茨城郵便局に周廃業務は集約された。無周廃郵便局平成30年6月28日、現在。 大阪府中央卸売市場をはじめとする北大阪流通センターを要する北大阪の物資、集産地として、その経済的役割を担っている。また、内陸工業地の適地として、大企業をはじめ、その下請け関連企業や各種中小企業の進出により、近代的な工業地帯を形成するに至っている。工業製品の出荷額は、 大阪府下の衛星都市の中でも上位に位置している。近年急激な都市発展に伴い、大規模量反転などの目覚ましい進出が見られるが、複数の大企業の工場移転、撤退が続き、今後税収等の経済影響が問題とされている。五十音順、府立。私立。私立このほか大阪大学水田キャンパスが、水田市との境界上にあり、 産業科学研究所など一部の施設が茨城市側に存在する。また、大阪保健医療大学のサイトスポーツ医科学研究所も茨城市域にある。茨城市児童福祉課は、公立保育所民営化後6年間、民営化時の例祭事が卒園するまで、は、保育所運営が円滑に行われる、よう三者協議会を立ち上げ、茨城市運営社会福祉法人、 保護者の三者による話し合いを行う。茨城市消防本部や中条図書館がある合同庁舎に併設。最寄りの空港は大阪国際空港、伊丹空港である。市内から公共交通機関を利用する場合の所要時間は大阪モノレールを利用して約25分である。また、関西国際空港へは JR 茨城駅。 阪急茨城市駅から直通のリムジンバスがある、工術。JR 茨城駅と阪急茨城市駅が中心駅となっており、両駅が市街地や市役所を挟むような形で存在し、主要な交通をなしている。JR 茨城駅前、阪急茨城市駅前、大阪モノレール南茨城駅前より、阪急バス、近鉄バス、 京阪バスのバス路線が市内を網羅している。主に、阪急バスが、市西部、郡山団地、豊川方面、北部、西都、人情寺方面、近鉄バスが、市東部、南部と大田、春日急、み保家急、半大方面、京阪バスが、南茨城駅、立命館大 JR、阪急茨城支部、愛川、白川、目垣など淀川を渡り、 平方市駅や節、南大学経由で、寝屋川市駅を結ぶ。関西国際空港業のリムジンバスが、JR 茨城駅前、阪急茨城市駅前、共に東口より発着している。また、茨城インターチェンジにある、名神茨城バス停から、各地への高速バスに乗車することも可能である。国道七十一号や、大阪中央環状線といった、 幹線道路がある。しかし、高速道路については、隣の水田市との境界付近に水田ジャンクションが所在している。また、地域には、明神高速道路、近畿自動車道が通過しているほか、近隣には、中国自動車道も通過しており、各路線の茨城インターチェンジ、水田インターチェンジ、中国水田インターチェンジ、摂津北インターチェンジが地域及び近隣に、 所在している。このほか、市の北部を新名神高速道路が通過しており、茨城仙台市インターチェンジが設置されている。一般国道については、国道171号が市の中央を横断している。管理は国土交通省大阪国道事務所高槻維持、出張所である。文学。科学。音楽芸術。その他、俳優。 歌手、芸人、その他、野球サッカー、その他、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。